いや、大丈夫です。すいません。僕は無実だ。僕は無実。では、テント、設営、行こうぜ！おぉ！いいですね。この箱がちょっともう、積まれてなんかボロボロになってたんで。はい、出しました。いや、ちっちゃいですね。これになんと3人も泊まれるんだって。世の中わからないもんですね。見た目で判断しちゃいけないと、そういうことがわかりますね。はい、紐を、あ、普通に紐がポロッと取れただけです。ポロッと。うわぁ、怖いなぁ。なんか部品入ってますよ。新品臭くない？うん、新品臭い。嫌いじゃない、嫌いじゃないけど。わかちか、わかちか。わかちか、わかちか。ちっちゃいこと気にしない。それ、わかちか、わかちか。ちっちゃいこと気にしてもらわんと。ファイルアウェイ。ファイルアウェイ、ちゃう。合わせて。ファイルアウェイ。新品くっさ。はい、これでね、今のが大外の布ですね。これ。うわあ、もはややる気がメーターが下がりつつあるんですね。で、これがインナーでございますかね。もうもはやわからんやけ。これ絶対やっといてよかったわ。ブランシートさっき引かなあかんって書いてるで。ああ、そうか。当日を思い浮かべての。この辺甘んじてあかんで。甘んじてね。はい、皆さんご覧ください。これがグランドシート。これをまず下に。うっさ。これちょうどのサイズ？ちょっとちっちゃめのサイズをの方がいいというふうに言ってた。なんでかっていうと、テントからちょっとでもこのグランシートがはみ出すと、そこがコペラペラペラってなって下から入ってくるんだって。で、次はこのよくある棒です。はい、こういうのですね。金の棒。あ、金の棒です。金の棒。え、これ天井高さ？いや、そんなわけないですよ。これだからビヨーンってなるんです。しならす的な。そう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 。なんかの職人みたいな、その服着てやってたら。ほう、こういうことですよ。でも3本やもんね。うん、そう考えたら簡単なのかしらね。そうですね。このロングの棒ですね。ロングロング棒を、ここにはまる、ここにはまるです。ロングロング棒、こうしてね。で、こっちもはめるじゃないですか。ね。ご覧ください。でってでってでって。はい。おいおい。こっちを刺すでしょ。抜けないようにしっかりと。そして折らないように。力量の力加減でしなりをさせるという。あ、できた。はい。あ、すごいね。うわ、すごいすごいすごい。で、こう真ん中にまた棒を通すんですけど。あ、めっちゃかわいい。ロボットのマークが何気に入ってる。こちらロボットやん。で、こうするじゃないですか。ここ、プル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 します。で、ここ、パチッと入る。あー、間に、間にね。目標的にね。ほら、うわ、あ、簡単。こういう具合だよ。ね、めっちゃ簡単じゃないですか。入り口どっち？入り口は、タグチ。ね、両方とも同じような作りになってます。だからどっちを使ってもいいんですよ。うわぁ、すごいでしょ。ひどい。中入ってみてくださいよ。ほらぁ、いらっしゃ。なんかいざ入ったらさ、いや、いいね。全然臭くない。あ、あ、いや、ほら、あのベッド入るかな。ちゃんとランタンフックついてる。ナイスナイス。あ、嘘みたいなこと言うていい？何？一気に抜くなった。え、マジで？うん、一気に抜くなった。で、ほら、ここも開くんですよ。パカッと。なんか、え、あ、これを釘とかに引っ掛けて、うん、これで、まあ、こういうところとか、あの、これをピンって引っ掛けて、ペグ、ね。で、こっちが入り口だとしたら、上、うわ、でも、むっさ、もわんとするやんか。そやろ？なあ、めっさもわんとするやんか。で、あとペグの付け方は対角線上につけると言ってましたね。で、風向きがこう吹いてるじゃないですか。風上からこっちか、風上からペグをつける。うん、ならピンと張れるって言ってました。あー、1個見つけた。角第1入り口みたいな、ここでピンと張れば、ここにあの靴のシートとか買えへんかったで。あ、買えへん、失敗したんですね。顔買えへんのって言ったのに、いや、ええわって言うてんで。欲しかったですね。新聞品だけ。いや、もうびっくりしたな、金額で。
こうも寝るときはね、できましたね。どうしてみたいな。初めてでこの時間やったら結構早くできるんじゃない？当日。やっぱこれ簡単なんじゃないですかね。じゃあそうだ、あれを入れましょう。ベッド、ベッドの前にインナーシート。あ、インナーシートな。よくある防水タイプのカバンの紐作りとなっております。開けるとさらに紐ですね。紐、オン紐。ギフトみたいな。すごい肩がなあ、すごい。めっちゃすごい。あ、でもこの断熱しそうな雰囲気あるよね、うん。インナーシートということでこれを、わーいわ、わーい。それでは、インナーシートも引いたので、ベッド入るかどうか問題。入るって言ったよな、ロコスの店員。入り口変えようか。入れやすいようにそっち向きにする。そうしましょうか。せーの、よっしゃ、いってらっしゃいませ。開けます。あら、いけてそう。うわぁ、最後の開いた、開いた。皆さん成功です。ドゥルルルル、じゃん。あ、すごい、お部屋が完成しましたよ。すごいね、ちょうどなんや。はい、これで嘘みたいな、ぴったり、超いい感じ。はい、ということで入りましたね。よかったね、ロコスの店員。バッチリじゃん、バッチリ。まあ、あとはウームキャンプ部で使っていくので、本番を、ぜひ楽しみにしていただければと思います。あ、はいはい、質問、質問、はいはい。あの、この間買ったクッションみたいなベッド、空気抜くやつ、あれはこれを置くことによってどないなの？あれは寝るやつ、ね、ってことは半分になるんだね。あ、それの上に重ねる感じ。そう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 、で、その上で寝袋。グー、3時や、3時。はい、ここで寝るんですが、これあのウームキャンプが初めての車中泊の時使ったんですけど、膨らますタイプのこのね、音聞くしか聞こえなかったな。これ実は聞くところによると24時間ぐらい膨らませとかないといけないと、事前に。で、膨らませておいて、で、そこから畳んで、また現場で膨らますと膨らむようになるっていう風に聞いたので、まあそれをまあやるんですけど、こういう感じですね。上に行きます。で、もう一応もう蓋開けといて、今日膨らませて、ウームキャンプ部にいざチャレンジ。で、同じような枕があるので、これももう何回も出てるからご存知かと思いますけど、いくよ。これもね、まあ、枕なんで膨らませれるんですけど、こいつはいくら不幸が全然こう入った気がしないというか、なのでこうやって一日置いとこうと思います。これで寝袋を着てお休み。ダダンダダ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 閉めるじゃないですか。内側だけ開けることで。あ、こんにちは。あ、どうもどうもどうも。ちょっと入ってもらうと困るんで。いやでも、ほらバグ嫌いな母ちゃんにしたらこれはいいよね。で、泣く場合で、向こうも同じになってるから、向こうを開けて網にして風通しを良くすることもできるよ。上開けて。上、はい。で、外から開けないといけないんで。あ、開けます。はい、開けまして。あ、でも開けるって言ってもこういう感じなんよね。そう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 。で、そこを吊るの。で、上からの空気も取り入れることが。ってことは両方行ってみよう。あ、開くな。違う。ロースを舐めるみたいな。うわー、すげえ。両方開くんだね。うん、両方開きます。うん。これあれですね。夏いいですね、これで。うん。夏もいけそうです。いける。すげえわ。ちゃんとした。はい。つうわけで。テントの設営の練習もバッチリ。では本番を楽しみにしててくれ。